今日は6月って8日かな、はい、8日の水ですね。はい、では一応この通路の仕切りからやってちゃんと濃くしていきましょう。体が痛い。なんでだろう、ここまでね、なんかもう体質を改善しろ言われるところまで疲れが抜けないところまで来ちゃったな。いやー困ったね。まあぼちぼちやっていきますわ。はい、どうもイソルです。ですね、まあ倍速でいつも相変わらずですね、お送りしてます。で、直近の状態はですね、外ゴムリプレイスの状態が一番わかるのはツイッターだと思いますので、ツイッターの写真を見てください。で、まあここよりかは全然進んでますね。で、これはですね、おこもりのベッドの補強の動画になります。で、このコンパネは、押し入れですね。もともとあった押し入れの何でしょうね、床の上に増し張りで貼り付けてあるものになります。やっぱり床じゃないんで、多分布団を入れる以上のことはしないっていう、まあ作りなんで、かなり薄い板で作られてますんで、まあ人が、まあ僕がですね、一旦乗った時もあるんですよ。まあ、今は床っていうか押し入れの床と、まあ、押し入れを2段に作ってあって、そこの2段目の床の何だろう、床っていうのかな、板間の補強ですけど、まあそこに乗って天井もちょっと補強、断熱と補強してあります。で、ただその時にですね、かなりバキって言ったんで、これはまあ増し張りだなということで、増し張りにしています。結構おこもり空間に今なってるんですけど、なかなか寝心地はいいですね。で、まあ、あと多分動画で紹介するのは相当後でしょうけれども、見かねたかな、まあそれなりに一生懸命やっているようなことだったかな。なんか、まあ、なんか一生懸命家、あんなボロい家を直してるからっていうんで、なんだろう、板をもらったんですよ。製材所なんで、まあ、なんだろう、農業で言えば規格外のものですかね。お米とあったり、みかんだったり、規格で出荷ができないものっていうのもあるんですけど、それは製材の板においてもなんかあるらしいんですよ。で、意外とそういうものは出るそうです。なので、それを、しかも無料でですね、20畳分かな、それもらっちゃったんですよ。いいよ、置いとくからちょっと持ってけや、って言うんで、もうめちゃくちゃ嬉しかったですよね。だって今このね、ロシアとウクライナの戦争のおかげで、JIS 規格のコンパネがですね、今2500円ぐらいまであると暴騰したんですよ。もうこれコンパネ買ってらんねえなって感じですよね。で、しかも OSB 版ですら確かもう今1800円ぐらいですよ、税込みで。OSB 版をさすがに床には使いたくはないんですけど、まあ使っちゃってますけど、まあ、その際にはちゃんと、値段を使わないで、増し張りのみで使ってますよ、もちろん。まあ僕の部屋はそうじゃないですけど。なんで、そういう嬉しいこともあり、で、今はその次の板を張り巡らしてあります。おこもりのベッドの空間ですね。で、すごい杉の木のめちゃくちゃにいい匂いするんですよ。で、まあ、ちょっと今家に使っちゃったから、ちょっと匂いも落ち着いちゃったのかな。で、なので、まあなかなかいい感じにはなってきてます。はい、まあ、もうそろそろリフォームも終わる感じですね。で、今大詰めで、単管のカーポートの屋根を作ってます。で、あとは何かな、梅雨が明けた梅雨時期よりも晴天率が今の方が低いっすね、東北地方が。やっぱり台風の影響もあって、なんで作業は全然進んでないです。この時の方が全然晴れた日が多かったですね。で、あとは作業台とかいろいろ揃えて、あとはのみですかね。
実はのみで掘って目ざね大ばねを、掘るということも多少はしてます。まあ、動画撮ってないんで面倒くさいんで。でもやっぱり DIY っていうのはやっていけばやっていくほど、それなりになっていきます。で、まあ、最初の方はやっていく我流色が強いですけど、やっぱり我流の限界というものに、なんだろう、そういう壁に跳ね飛ばされ続けるようにはなります。やっぱりなんで、まあ、そういうところですよね。もうこれじゃできないですよ。やっぱり自分の我流の限界を知ることによって、正しいやり方ってどうなんだろう、そういう好奇心湧きますんで、まあ、絶対そっちの方がいいっすよね。本当に。で、まあこの時は、まあ、ベッドですね。ベッドとここのあれですね、通路ですが、ちょっと動画の順序がはちゃめちゃですね。やっぱりあれコントロール A で指定して貼り付けただけじゃなんか順番逆になるのかな、まあ、ちょっとここら辺が未だに微妙に分かってないですね。まあ、とにかく動画上は、まあ、一生懸命やってますよ。まあ、それだけですね。あと外ごもりプレイ数も今何度も言うようにプレイオープンはしてます。内覧の問い合わせはツイッターの方でバンバン受け付けをしてます。今年に限っては10月の20日頃で一旦閉める予定ではいます。ただちょっとバイト、住み込みバイトはやっぱ冬の間中はちょっと行かないとダメなんで、生活資金という名の運営資金がつき始めてるんで、今年はもう作りきる、やりきるを目標としてやってます。それが最低限ですね。はい、まあ、とにかく素人でもね、やっていけばそれなりにはできますんで、 DIY 頑張ってます。まあ、とにかくですね、柱ですね、特に柱で構造を考えてやるっていうのは素人 DIY でも大惨事を避ける上では絶対に必要なことですね。特に今柱を立ててたりしますけど、重さをどう支えるか、これは絶対知らないとダメですね。はい、今午後になりましたね。まあこんな感じになりましたね。まだね、中途半端に足りませんでしたね。はい、中途半端に足りなかったので、まあなんとかやっていきませう。はい、そういうわけで、まあ、ここはここで一旦終わりですね。ちょっと屋根を乗っけたいので、まあここら辺からちょっと切って、今日できることは、漆喰入れる発泡スチロールアクションに行ってみましょうかね。このあれが終わった後、まあ、ここですね。あとは考えることとしては、 VVF テープは引っ張っていかなくちゃいけないから、それはどうするかっていう感じですね。 VVF テープだけ引っ張る場所はちょっと確保する感じかな。はい、まあここでですね、石膏ボードで軽いっていうか、まあ簡単な、仕切りができればいいかなって感じですね。でこれがない と、客室を2つ作れないんですよ。最大のポイントは、本当は書斎は客室にする予定ではなかったです。でただ、個室の関係上ちょっと無理して作ったって感じですね。こういう仕切りを作るっていうのがめちゃくちゃに難しいんですね。なんでかっていうと、天井まで棒を、支柱をですね、伸ばすことができないっていう縛りがあったんですよ。これきついなと思って、結局のところ枠を
枠だけを つけなきゃいけないっていうのがちょっときつかったんですね。なんでかって言ったら、この建物の天井は竿天井なんですよ。なのでその竿天井、まあ一応なんだろう、竿って呼ばれる細い、木の棒が30センチ。まあもうちょっと6時で今日の G W でございます。なんか腹の具合が悪いな。一応ここが通路になる予定ですね。じゃないと宿泊申請でパソコンをね部屋にできないからね。まあこれはどうしても起動しないのだから救急になっちゃうのは仕方がないんだけど、まあ、あとはここあそこね中途半端に足りなかったから中途半端に足んないところをまた、石膏ボード買ってきて、であとね屋根もまあ石膏ボードでいいか。あらあと2枚、あでも2枚か。中途半端なやつを使ってな、ここ生まれればいいんだけど、中途半端なやつがないんだよな。中途半端なやつは中途半端すぎる量しか出ないからしゃあねえな。はい、まあこんな感じっすね。あでもまあそうか、まあ、石膏ボードいるんだな。あとこっちとこれか、はい、漆喰の下地ですね。でこれ断熱を兼ねた発泡スチロールになります。なのでまあ一応これスタイルはまだ保存ですね。スタイルはどっちかっていうとね、天井だね。この天井に使いたいからです。まあこれはなんかだったら発泡スチロールで全部開かないでしまいそうな勢いなので、それで行きたいと思います。でまあ壁を張っちゃってるんだけど、あれがまずいっすね。ただ VVF テープを両方動かさなくちゃいけないのに、まあ、それをまだやってないというのがちょっとまずいっすね。まあいいか、あとでいいよ。どうせドリルとか開けるか発泡しようだから、まあ、ドリルで適当に穴開けちゃっていいっすよって言って頼めばいいからな。こんな感じで今日は終わりです。はい、まあ、今回は6月の上旬ですね。6月あたり何してたのっていう感じです。まあ、結構いろいろやってましたね。外のプレイスはですね、プレオープンしてます。個室が、家賃光熱費込みで2万円です。8畳間の2人部屋ドミトリーは月1万5000円です。まあ、それでもまあ10月20日くらいまでプレオープンです。内覧とか DM でどしどし受け付けてます。1日費用は2000円になってます。ではよろしくお願いします。